皆さんこんにちは、ヘビーレジェンド染田です。本日はこちらです。ドーン、パッケージがね、超可愛いっすよね。ビーレジェンドグデタマコラボ、こちらのレビューをやっていきたいと思います。腕玉、パッケージが本当にもう可愛いですよね。すごく脱力したこと、やる気のない感じ。非常に人気の高い、愛おしいね、キャラクターですね。多分女性だけじゃなくて、男性もね、好きな方がね、多いんじゃないかとね、思う。非常にね、魅力的なね、キャラクターですね。こちらのね、プロテイン、一体どんな味なのか、早速ね、飲んでいきたいと思います。いつも通りですね、200ml 水を入れてまいりました。付属しているこちら、黒スプーン、すり切って、一杯入れていただければと思います。カスタードのようなね、非常にいい匂いが出しますね。パウダーもね、ちょっとで白いパウダーになりますね。ダマもね、泡立ちもね、ほとんどありません。パウダーをね、シェイクすると、ちょっとで黄色がかった色になりましたね。非常にクリーミーな、カスタードのようなね、香りがより強くなりましたね。いただきます。美味しいですね。ここまで、ね、引っ張って申し訳ございません。今回こちらですね、ビーレジェンドグデタマコラボ、こちらなんですけれども、グデグデミルクセーキ風味となります。ミルクセーキをイメージして作っております。こちらのフレーバーは甘いプロテイン系か、すっきりとしたプロテイン系かでいうと、甘い系のね、プロテインに分類されると思います。卵とね、ミルクのね、滑らかなね、口当たり、バニラのこの濃厚な香りがね、非常に香ってとても美味しい。甘い系ね、好みの方にはね、ぜひ飲んでいただきたいフレーバーです。こちらのビーレジェンドグデタマ、グデグデミルクセーキ風味、栄養成分表示ですけれども、1食 29g あたり、エネルギー 115.7kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.9g、 炭水化物が 4.4g、 食塩相当量が 0.1g、 ビタミン C が 39.2mg、 ビタミン B6 が 1.3mg となります。気になる発売日ですけれども、1月27日水曜日お昼12時からとなります。手に取っていただきやすい商品かと思いますし、味の方もね、飲みやすい甘いフレーバーになりますんで、ミルキーであったりね、プリン風味ですね、好きな方なんかに刺さるね、しっかりとした、ね、甘みのあるプロテインだと思います。商品のね、詳細の方は概要欄の方に URL 貼り付けておきますんで、そちらの方からね、お気に入り登録していただいて、発売日と同時にね、購入いただければと思います。ぜひこちらのね、グデグデミルクセーキ風味、お試しいただければ非常に嬉しいです。それではね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。